フランシス・ハーバート・ブラッドリーは、イギリスの理想主義哲学者。代表作は、現象と実在。ブラッドリーは、イギリス・サリーのクラッパムに生まれた。父は、福音主義の牧師チャールズ・ブラッドリーで、母は、チャールズの二人目の妻であったエマ・リントン。英文学者のアンドリュー・ブラッドリーは弟である。ジェルトナム・カレッジと、マールボロ・カレッジで教育を受け、十代の頃に、イマヌエル・カントの、 純粋理性批判を読んだ。1865年、オックスフォード大学ユニバーシティカレッジに進学。1870年、オックスフォード大学マートンカレッジのフェローに選ばれ、1924年に亡くなるまでその地位にあった。現在、ブラッドリーは、オックスフォード大学のホーリーウェル墓地に眠っている。生涯を通じて、ブラッドリーは、哲学者として、尊敬を集め、 名誉学位をいくつも授与された。イギリスの哲学者としては、史上初めてメリット勲章を贈られた。マートン・カレッジでのフェローの職務には、教育義務が含まれていなかったので、執筆活動を自由に行うことができた。ブラッドリーは非対多言論的な哲学で知られている。論理学、刑事上学、倫理学の区分を超越し、一言論的に統一する、ことを目指すと同時に、 一元論と絶対的関連論を融合した世界観を支持したのである。ブラッドリーはヘーゲル主義者を自称しなかったが、彼独特の哲学はヘーゲルの弁償法から触発されており、またその要素を含み込むものであった。ブラッドリーは、ジョン・ロック、デイビッド・ヒューム、ジョン・スチュアート・ミルに代表されるイギリス哲学の功利主義的、経験主義的な傾向を拒絶した。 ブラッドリーは、イギリス理想主義という哲学運動の代表的人物として知られており、カントとドイツ関連論哲学者、すなわちフィーヒテ、フリードリヒ・シェリング、そしてヘーゲルから強い影響を受けた。ただし、ブラッドリーは、自身がそうした影響を受けていることを軽視していた。1909年、ブラッドリーは、真理と整合性についてという論文をマインド誌に掲載し、 認識論におけるある種の深微有主義的基礎付け主義を批判した。哲学者のロバート・スターンによれば、ブラッドリーはこの論文で、整合主義を正当化の理論としてではなく、真理の基準もしくはテストとして擁護している。ブラッドリーの道徳についての見解は、公理主義倫理学で想定されている事故という観念に、対する批判を行うという意図に貫かれていた。 彼にとっての中心的な問いとは、なぜ私は道徳的であらねばならないのか、というものだった。彼は個人主義に反対し、自己と道徳性は本質的に社会的なものであるという主張を擁護した。ブラッドリーによれば、我々の道徳的義務とは、理想的な良き事故を磨き、悪しき事故を退ける必要性に基づけられる。しかし、社会は道徳的生活、 そして我々の理想的事故の実現要求の源にはなり得ないことを彼は認めていた。例えば、ある社会が内側からの道徳的改革を必要とするとき、その改革が基づくところの基準は元々の社会には求められないので、どこか他のところからやってきざるを得ない。彼はこのことを十分に認めた上で、理想的事故は宗教によって実現されうると考えた。 彼の道徳理論における社会的事故という考えは、フィヒテ、ジョージ・ハーバート・ミード、そしてプラグマティズムと関連づけられる。また、リチャード・ローティや、反個人主義的アプローチのような現代の理論とも、親和性がある。ブラッドリーの哲学的名声は、死後急速に落ち込んだ。イギリス理想主義は1900年代に、ジョージ・エドワード・ムーアとバートランド・ラッセルによって、 実質的に葬り去られてしまったからである。また、アルフレッド・エイヤーの論理実証主義的な書物、言語、真理、論理では、ブラッドリーの言名が、実証主義的な検証主義原理の要求を満たして、いないとして批判されたことがよく知られている。しかしながら、近年では、ブラッドリーや他の理想主義哲学者の仕事への関心が英語圏で、再高する兆しを見せている。 1914年、当時無名だった詩人、批評家の T.S. エリオットは、ハーバード大学哲学部に、ブラッドリーを主題とした、博士論文を提出した。ただし、第一次世界大戦が始まろうとする時期で情勢が不安定だったため、エリオットはハーバードに戻ることができず、高等諮問も受けられなかったので、結局学位が授与されることはなかった。ありがとうございます。